対中避難決議、骨抜き版で採択へ。産経新聞によりますと、対中避難決議とされていたものが、2月1日にも国会で採択される見通しとなったことが明らかになりました。この決議に関しては、公明党が人権侵害を人権状況に、避難決議から避難の文字を削除し、決議に改約させ、また、中国と名指しもしていないとされており、 自由の声にも、回復される前の対中避難決議を採択するべきだとのコメントが寄せられておりますが、まあ、現状、参院選関連の動きを見ますと、まあ、この問題に関連しているのか、自民党が、まあ、公明党に不満を持っているのではないかという動きが見えてきておりますが、まあ、この公明党、人権同行と共謀している政党なのに、まあ、残念ながら、まあ、実態は、 中国寄りの政党でございますので、公明党には今後も中国寄りの動きを続けるのであれば、党の公領から人権の文字を中国に置き換えていただくようお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。